イナロ。イナジとは、東海旅客鉄道、JR 東海が、飯田線とよはし駅、飯田駅間で運転している特別急行列車である。なお、本校では、愛知電気鉄道が運転していた、天竜号と共に、飯田線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。特急、イナロのルーツとなる列車は、臨時列車として1992年12月に、 豊橋駅、飯田駅間で運転を開始した急行、稲路である。飯田線豊橋駅発着の急行としては1983年7月に、急行、稲が廃止されて、以来約10年ぶりで、利用客が伸び悩む飯田線の活性対策として、運転されたものであった。利用客の増加もあり運転日も拡大されていったが、当時使用していた165系の老朽化が進んだ。 ことから、新型車両の投入をきっかけに、1996年3月16日に、特急列車化されるとともに、定期列車として運転されるようになった。時刻表などでは、JR 東海が運行する他の特急列車と、同様に、ワイドビューの冠が付けられている。2017年3月4日、現在、豊橋駅、飯田駅間で1日に往復が運転されている。 全列車が、豊橋駅で、東海道新幹線、光と接続している。豊橋駅、豊川駅、新城駅、本流しの駅、湯野屋温泉駅、中部天竜駅、三作坊駅、平岡駅、温田,田駅、天竜京駅、飯田駅。ただし、飯田線で6両編成が収まるホーム有効調を持つのは、新城駅伊勢のタンク間で、373系に、 ドアカットをする機能がないことから、全区間、実際は、東新町駅北での運用時において、増結はい、いない。豊橋運輸区と稲松島運輸区が担当している。特急、稲路81号82号として運転していたが、後に、ふれあい稲路として運行されることが多くなった。主に八十一系、振り子機能非使用で運用されていたが、この列車の場合、 4両編成が最短編成であり、クリーン車が連結されていた。東海道本線、名古屋駅まで延長運転もされたことがあり、初詣シーズンには、豊川稲荷への初詣客輸送のため、飯田駅を早朝に出て、豊川駅に向かう、初詣、稲路号も運転されていた。また、定期列車も大垣駅発着で延長運転が行われていた。 東海道線内は、豊橋駅名古屋駅間は、原則特別快速停車駅と同じ停車駅、名古屋駅大垣駅間は、定期運転している、白鷺号の停車駅にじて運行されていた時期があった。しかし、2001年に381系の運用が、終了してからは、快速列車として運行されるケースが多くなっている。2010年8月から11月の土曜、日曜、 祝日を中心に、臨時休行、飯田線飛行駅号が、イナロと同様に373系を使用し、豊橋駅天竜京駅間で運転された。この列車はもともと、2010年のゴールデンウィーク時に、運行した同名の団体専用列車を、ツアー客以外の一般の乗客も利用できるように、休行列車としたもので、全車指定席となっている。以降、 4月5月と8から10月の土曜、日曜、祝日を中心に運転されている。運行当初は、下り列車は、秘境駅と呼ばれる、大和田、中井侍、田目栗、田本、今野、千代の六駅と、飯田線の特徴ある駅として東栄、大荒市、平岡の各駅にも停車したが、2018年運転分からは、稲尾沢駅が、停車駅として追加された。これは、 飛行駅へ移行こうのランキングでトップ100に入ったためである。なお、運行当初は天竜京駅での折り返しであったが、2018年運転分では、豊橋駅、飯田駅間で下り上りが別々の列車として運行され、伊尾沢を含む7つの飛行駅に停車している。この他、下りは新城駅、中部天竜駅、大嵐駅、平岡駅、 天竜京駅に、上りは天竜京駅、平岡駅、浦河駅に停車する。戦前、1935年、昭和10年から1941年、昭和16年頃まで、愛知電気鉄道が、飯田線の前身となる、豊川鉄道、宝来寺、鉄道、三神鉄道へ直通する観光臨時列車として、天竜号が運行されていた。 1935年、昭和10年4月10日に、神宮前駅中部天竜駅間で、降落客向けに運転を開始した。この時は、愛知電気鉄道豊橋線の当初開業区間である、稲小坂井間の支線、後の名鉄小坂井市線、194年廃止を経由して運転していた豊川線の開通は、飯田線国有過去。同社は、その直後の8月1日に、 名機鉄道と合併して、名古屋鉄道、名鉄となるが、臨時列車の運行は継続された。使用される車両には、神宮前駅、吉田駅、現在の豊橋駅間を走っていた、アイデンの最優等列車超特急、朝日号と同様に、天竜橋を描いたヘッドマークが取り付けられていた。戦中の1941年、昭和16年頃、 公楽輸送が自粛されるようになったため運行を終了した。飯田線で初めて運転された優等列車で、1961年3月から名古屋駅辰野駅間で、準急列車として運転を開始した。1962年4月からに往復に増発し、1964年3月に3往復の運転となって、以降はしばらくの体制が続いた。 この時の最長運転区間は、美濃赤坂駅辰野駅間であったが、美濃赤坂駅大垣駅間などで、末端区間では普通列車として運転されていた。1972年3月改正で、東海道本線区間は、快速列車での運転、2往復になるものの、4往復が運転、豊橋駅、水田駅間2往復、豊橋駅辰野駅間1往復。 豊橋大城諏訪間一往復され、一部は豊橋駅、飯田駅間で7両編成の運転や、一部列車の浜松駅への延長、豊橋駅浜松駅間は普通列車、豊橋駅飯田駅間で臨時列車も一往復設定されて、休校、那としては最盛期を迎えていた。しかし、中央自動車道の開通で1975年に、 中央道特急バスが名古屋、飯玉に設定されると利用者が減少したため、1983年7月に廃止された。廃止後は豊橋駅中部天竜、天竜橋駅間で快速列車が2往復設定された。列車名は長野県南部の天竜側に沿って南北に伸びる稲盆地が由来となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。